世界最高の舞台で世界最高をかけた夢の一戦へ。まあ新日本プレス以外で面白い戦いはないと思いますね、はい、なぜなら僕がいるからですね。日本プロレス界を牽引する男、レインメーカー岡田和親。2012年の凱旋以来、 IWGP 最多防衛記録や9度のベストバウト受賞など、常に新日本のど真ん中で戦い続けてきた。その岡田を、8年ぶりにタップアウトさせた男、ジ・アメリカンドラゴン、ブライアン・ダニエルソン。アメリカ WWE で獲得したベルトは数知れず、世界一のテクニシャンとの呼び声高いブライアンだが、実は I was training at the Inoki Dojo. The mentality was, and this was like directly kind of from Inoki. 新日本らしい練習をしてきたからこそ、お客さんの声援と共に戦うっていうのもやっぱ上手い選手だと思うので、やっぱ世界広いなと、まだまだね、こんなすごいレスラーたくさんいるんだっていうのも感じましたし、体以上に向き合った時の大きさっていうのはすごい感じましたね。でかかったです、はい。新日本のロス道場でレスラーとしての礎を築いたスーパースターが20年ぶりに東京ドームへ。 Okada at Wrestle Kingdom, it's gonna be an eye for an eye and an arm for an arm. After doing that, and because I wrestled for another 10 minutes with a broken arm, and then immediately after that I get in the ring with Okada again, it's me with the Rainmaker, two fractures in my orbital bone. My goal for this matchis legitimately to break Okada's right arm. あんだけね、こう世界のトップ選手と戦えて負けてしまったっていうことは、やっぱ新日本だったり日本のレスラーの方がね、下だと思われてしまうこともやっぱあるんじゃないかなと思うので、しっかりとリベンジはしたいなと思ってますね。このドリームマッチの先に広がる未来はたくさんありすぎるというか、やっぱり一番はもう本当にプロレスを盛り上げて、プロレスを皆さんに届けさせるってことがやっぱ一番の大きな夢なのかなと思いますね。おーい、ありがとう。スペシャルシングルマッチ、ブライアン・ダニエルソン VS 岡田和親。